はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、アゴラモデルズの、007DB5 の制作をやっていこうと思います。はい、で今回はパック8ということで、ステージ58からステージ66までの作業をやっていくっていう形になりますので、よろしければ最後までお付き合いください。はい、というわけでまずステージ58が、エンジンルーム右隔壁の組み立てということで、エンジンルームの、右側の組み立てをやっていくという形になります。で、それをやっていく前に、ちょっとねサスペンションの修正があるんですけど、これに関してはね、僕の動画を見て僕の動画の通りにやってくれてる方だと、もうすでに正しい形でついてると思います。多分ここ組んだ時にこのね、リアのこのワットリンク、向きがおかしいって言って、向きと構造がおかしいって言って、ここ僕ちょっと修正したんですよね、勝手に。そしたら、間違えてましたって、訂正が来たので、その通りにやってくれたら OK っていう感じになります。はい、なのでここはすっ飛ばして、次に、このポンプ、多分これブレーキマスターシリンダーだと思うんですけど、これをここに組み合わせてあげて、で PS05 のネジで固定。これはポンプ、何のポンプだろうな、ちょっとね、僕もね、全体像を見てないです、出来上がりの。なんで、これがちょっとどこにつくか次第かな。よいしょ。で、ここをセットしてあげたら、次に、このちょっと細々パーツが入ってる袋を開けてあげて、この中の、この細いパーツ、この J 型の細いパーツ、これを、こことここに差し込んであげる。なんかアゴラモデルだとすごく安心感が半端ないな。ここにギュッと差してあげる。ちょうどね、この差した感じの渋みとかもすごくちょうどいい感じなんで、グッと差してあげたらこう安心して刺さる感じですね。はい、で次にこのパイプをこの T型のジョイントのここに差してあげます。ここに刺してあげたら、このゴムホースを、さっきのポンプの右下のここに刺してあげる。でこの時にこの突起が真横を向くように刺してあげたら、このパーツをこうかな、あれどうだ、こうか、こういう角度でこういう形で取り付ける。こういう形で取り付けてあげて、で裏から PS11 を使って固定。今回はどこまで行くのかな、本当にね、僕全然見てないんですよ。先にちゃんと見てから動画撮れた話なんですけど、全く内容を確認せずなので、もう視聴者の方と同じドキドキ感を味わいながらやっていきましょう。はい、こういう形で取り付けてあげると。はい、そしたらこれでステージ58は終了なので、次のステージ59に行きましょう。はい、では続いてステージ59、ファイアウォールの組み立てってことで、エンジンルームと室内の隔壁だと思います。そこの組み立てっていう形になるので、これらのパーツを組んでいきましょう。はい、でまずは、このファイアウォールのパーツに、このキャニスターをここに2つ取り付け。これは両方ともね、同じものなので、どっちがどっちについても大丈夫だそうです。でちゃんと書いてくれてるのがありがたいですね。よいしょ、でこれを裏からネジ止めしてあげる。刺さる方向もね、もう一方向にしか刺さらないようになってるので、もうつくようにつけてあげる。よ、はい、こういう感じで2箇所 PS05 で固定してあげたら、次にこの三角形のパーツ、これをこう向きにした時に、先ほどのキャニスターの方にこの面が向くように
取り付けて、でこれも裏から PS05 で固定。よいしょ。はい、こういう形で固定してあげて。ちなみにね、このパーツとこの辺のパーツ全部無塗装なんですよ。無塗装の黒、まあさっきのこの隔壁もそうなんですけど、全部無塗装なので、ちょっと質感がね気になるっていう方は、塗装してあげた方がいいかなと思います。ちょっとプラスチッキーなんで、見た目的にねちょっと安っぽく見えてしまう感じもあるので、そこはお好みでやってあげるといいと思います。で上にこのキャップ、キャニスターキャップっていうキャップをここのキャニスターの上につけるんですけど、ちょっとここねバリがあるんですよ。バリがあるんで、これはものによると思います。僕のやつはここにバリがあるんで、このバリがあるとねキャップが奥まで刺さんないから、このバリをちゃんと取っておく。カッターとかでねコリコリコリってやったら取れるんで、取ってあげたらこのキャップをギュッとはめ込む。あ、このキャップのはめ込む硬さもちょうどいいな、いい感じ、ギュッと、はい、こんな感じで取り付けてあげます。はい、そしたら、このファイアウォールのこっち側に、さっきのこのエンジンルーム右隔壁を取り付けしてあげて、ここを PS11 で固定と。ここの穴にこの突起を差し込んであげて、でネジで固定と。さっきのね足回りのね修正にしてもそうなんですけど、あえてね書かれる前に僕が気づくってことは、まあ要はThank you.
それだけちゃんと作られてるってことなんだと思うんですけどね。まあ修正があるっていうのはあまりいいことではないかもしれないけど、でもまあそれがねちゃんと作られてるっていう証拠になってるっていう面では点ではいいんじゃないかなと思います。でごめんなさい、今僕、言い忘れたんですけど、ここの2箇所刺すんですけど、ここにもピンがあるので、ここにもピンがあって、このバルクヘッド側の穴に刺さるようになってるので、ここをちゃんとね確認してちゃんと刺してあげましょう。今刺し忘れてました。はい、こんな感じ。じゃあこれでステージ59終了なので次行きましょう。はい、では続いてステージ60、エンジンルーム左隔壁の組み立てってことで、先の右の反対側ですね、こちらの組み立てをやっていきます。はい、でまずは、またポンプ、何のポンプなんだろうな、このポンプを同じようにここで合体させて、で裏から PS05 で固定と。で似てるようで微妙に違いますね、このポンプの形状が。よく似てるんですけど微妙に違うので、でさっきのと同じようにここにセットしてあげて、で裏から PS11 で固定。で、ポンプを固定してあげたら、また同じようにここに取り付けるんですけど、さっき言ったこのピンね、このピン間違え忘れないように刺して刺して、で PS11 で固定すると。あれ PS05 がネジは1本余ったけど、なんだろう、で固定すると。はい、そしたらこれで、ステージ60も終了ですね。はい、そしたら次いきます。はい、では次ステージ61、スピーカーとタンクの取り付けということで、エンジンベイにスピーカーとタンクを取り付けますということで、空いてるパーツこんな感じなので、これを取り付けていきましょう。でまずこの裏側のここに、パーツが反ってるのかな、これちょっとパーツが反ってるな、これな、左の隔壁ちょっとこうやってビヨンってこっちに行っちゃうけど、まあ後で直そう。はい、まずこのスピーカーをここにセットするんですけど、この配線が前側に出るように取り付けてあげて、でその後ろにこのスピーカーホルダーをセット、でここを PS05 で固定してあげます。よいしょ。まあこの開いてるのはね、後でどっかと干渉して開いてるわけじゃなくて、パーツが反って開いてるんで、後でねサースの方に固定するときに別に問題なく固定できるとは思うんですけど、まあ、ちょっと気になる人はここ接着しちゃってもいいと思います。はい、そしたら次にこっちに戻して、この2本の配管チューブの、長い方を、このコネクター、このコネクターのこっちに差してあげる。でずっとこっちに持ってきて、ここのマウン長方形マウントって書いてあるんですけど、ここを通してで前に持ってくると。ここの開口部に通して、この長方形マウントの横に
かわしてあげるということですね。はい、で次に、この短い方を、このファイアウォールのここの突起に刺してあげる。ちなみにね、アゴラモデルズのこういう配管系はね、結構多分いいものを使ってて、こうちょっと柔らかいシリコンチューブになってるので、こういうところに刺すのすごいやりやすいですはい、でここに通して、でこの短いのはこっち側に出しておくというふうに書いてあります。はい、でやってあげたら、次にこのタンクのこの上面にこのタンクのキャップを取り付け、タンクのキャップを取り付けて裏から PS05 で固定。で固定したら、このタンクの下半分もセットして、ここをまた PS05 で固定。よいしょ。はい、で、さっきのこの長方形マウントの上にポコッと乗せて、でこの時ロングチューブが外側、ショートチューブが内側に来ているようになっているのを確認したら、裏から PS05 で固定。工具入るかな、ここ。いけるか。ここと。よいしょ。固定してあげます、はい、そしたらこれで61の作業は終了になるので、次行きましょう。はい、ではステージ62やっていきましょう。ステージ62はイグニッションコイルなどの取り付けということで、入ってる部品こんな感じになります。はい、そしたらやっていきましょう。でまあなどってことなんでね、イグニッションコイルだけじゃなくて他のパーツも組んでいくって感じになるので、やっていきましょう。ちょっとねこの辺細かいパーツもあるのでなくさないように気をつけつつ、まずは、ウォッシャータンクキャップに、ウォッシャータンクキャップパーツを取り付け、よいしょ。はい、こういう形、まあ大丈夫かな。こんな感じで取り付けてあげたら、これをこのウォッシャータンクにセットで、下から ES14 で固定してあげる。よいしょ。よいしょ。はい、こういう形、こういう形にしてあげたら、次に、このタンクホルダーにセットする。でこの時にここの突起とここの穴、あったあったあった、ここの穴の位置を合わせて差し込んであげて、ギュッと止める。んでね、これはね、この取り付けた状態でこのままセットなんで結構抜けやすいので、ここ多分接着しちゃった方がいいですね。ここの部分で接着しちゃう。よいしょ、ちょっと待って、まあ、パーツプラ同士なんでね、プラ用接着剤で接着しておく。あとでね、作業でどうしてもね、ひっくり返すときとかあるんで、そういうときとかにこういうのポロって取れたらね、結構ストレスになるんで、接着しておいて、で、ウォッシャータンクをここにセット。ここにセットして、で、裏からネジで固定。今回ネジ1種類だけですね。こんな感じでセットしてあげます。はい、そしたら次に、このグリーンのパイプにこのグリーンのコネクターの、細い方をここにズボッと刺してあげる。刺してあげたら、こっちのもう片方の反対側にこのイグニッションコイルを取り付け、ギュッと。このねグリーンのホースも結構伸び縮みするやつなんで、取り付けはしやすいですね。で、さっきの
ウォッシャータンクの横の穴にこの斜め向きでセットしてあげて、で裏からネジで固定。で固定します。ちょっとこれパカパカするの気になるな。で、でここの段階でここのパカパカをちょっと止めとかないと厄介そうだな。次にこのパーツ、この太いパイプのパーツ、このパーツをこことここでつないであげるんですね。こことここでつないであげるので、この時点でちょっとこのパカパカをなんとかしてあげないと、ここの位置決めがちゃんと決まんなくなってきちゃうんで、ここでねもう接着してしまいましょう。ここの部分で瞬着をちょんと入れて、よいしょ、ね、高速進スプレーかけてここで接着しちゃうと。こっちももう一緒に止めちゃおう。こんな感じでね、固定してあげます。よし。OK。そしたらね、ここパカパカしなくなるんで、これで OK。で、まあ、こう、ちゃんとセットされてたら、両方でテンションかかって抜けないので、まあ、接着する必要ないかなと思います。はい。そしたら、これでステージ62は終了なので、次63に行きましょう。はい。それでは次、ステージ63、エアフィルター、エンジンの取り付けっていうことで、エアフィルターを組み立てて、エンジンルームを完成させて、エンジンルームをシャシーに取り付けってことで、だいぶ進みますね。はい。なんで、やっていきましょう。で、まずは、エアフィルターの組み立てになるので、まずこのメッシュのパーツ、メッシュのパーツを出してきてあげて、このパーツをこのエアフィルターの周りに巻きつける。こう巻きつけてあげたら、その上からこの蓋のパーツをセットして、で離してあげると、ちょうどねこの外周に細い溝が入ってて、そこにパコッとはまる形になります。こういう形でね、こういう感じにしてあげると、ここの長さもこれでちょうど合うんで、こういう状態にしてあげたら、ここの2箇所を PS14 で固定。さっき開けときゃよかった。よいしょ。ここと、この2箇所を PS14 で固定してあげます。このエアクリーナーようできてますよね。うん。かなりリアル。この中にちゃんとね、紙のフィルターのモールドが入ってるんですよね。はい、そしたら次に、このステーのパーツ、エアフィルターマウントをここに取り付けるんだけど、向きがどう向き？ちょっと待って、こうセットして、でここの2箇所をネジで固定か。穴が4つあるんで、ピン2本を合わせた上でネジで固定。よいしょ。ここも PS14 ですね。を使って、ここ2箇所で固定すると。説明書のね、写真の角度も見やすいので、わかりやすいです。で、そこに、このパイプを、こう向きですね。こう向きで差し込んであげます。はい。そしたら、このエアクリーナーを、このシャーシの、ここにセット、ここにセットしてあげて、で裏からネジで固定。でここはねちょっとねネジの紙が浅いので、舐めやすいので慎重に締めましょう。今度ねパーツの厚みがあるせいでネジのかかりがちょっと浅いんですよね。なんでちょっとでも締めすぎると多分ずるっと舐めてしまうので気をつけましょう。はい。そしたら次に、このタンクパイプ、タンクパイプを、さっきつけたこのタンクのここに
差し込むんですけど、ここのね穴が、丸い穴が開いてる方と D の字の穴が開いてる方があるので、 D の字の切り欠き、 D の字の穴の方をここの穴のピンの形と合わせて差し込む、こういう形で差し込んであげたら、次にシャーシを出してきまして、シャーシを出してきて、でこのステアリングシャフト止めてたマスキングを剥がしてあげて、でこのステアリングシャフトがここの上に乗った状態でここを通ります。ここをね通るので、この位置をここでちょっと見えるかな、よいしょ、合わせて、でここにスルスルっとはめ込んであげると、ちょうどピタッと位置が決まってくれます。こういう形で、ステアリングシャフトがここから見えるっていう形になるので、こういう形でセットをしてあげたら、ネジ DS02 を使って DS02 を使って、6箇所固定ですね。まずここね、ここと、ここと、ここと、見えない、ここと、ここだけちょっとエアクリーナーがねすごく邪魔になるんで、ちょっと斜めにかかっちゃうんで気をつけてしまいましょう。ここだけなんかちょっと舐めちゃったのかな、かかりが弱、甘いんかな、危ないな。はい、こんな感じで6箇所固定してあげます。で6箇所固定したら、よいしょ、はい、エンジンを出してきまして、エンジンをねこの前からスライドさせて入れてあげます。でこの時このイグニッションコイルの配線がね、チューブが引っかからないように気をつけて入れてあげたら、ここのプロペラシャフトをちゃんとつないであげて、でこのエンジンの下側のところ、ちょっと待てよ、下側と、ちょっと待った。この時に、さっきのこのタンクからの配管がここに刺さるようにしとかないと、後からちょっとつけにくいですね、これはね。ここセットして、ギュッと入れてあげる。うん。で、入れてあげて、で、ちゃんと下位置に入ってたら、ここのね、ネジ2箇所の位置がぴったしくるのと、あと、ここかな？ここの位置がぴったしくるので、この辺を止めていくと。で、一応説明書の順番でいくと、まずここ。このミッションのところを止めてあげて、で次にここの2箇所を PS05、 あ、そうか、ここって入って金属じゃないのか、エンジンのこの部分は。よいしょ、今パチンって言ったのはね、このね、エキマニーがね微妙にずれてたのが入った音ですね。ここと、この2箇所でエンジンとメンバーを固定してあげます。はい、そしたらちょっともう一回確認して、
OK やな。よいしょ、表返してあげて、で次に、さっきのこのイグニッションコイルのこの配管、この配管をこのデスビの真ん中のここに刺してあげる。ちょっときついな、ここちょっと角度が、作業する角度が悪くて力をかけにくい。はい、こういう形、ここの真ん中に刺してあげます。しょ、で次に、このタンクの外側を通したこのロングチューブ、タンクの外側を通したロングチューブを、さっきのここのね、ここに刺してあげる。ゴミついちゃったな。で、次にこのショートチューブ、ショートチューブをエンジンのここに刺してあげる。ちょっと緩いな、ここちょっと緩いんで、ここだけ軽く接着剤つけとこう。これ今はね、説明書見ながらやってるからいいんですけど、これ後でね、いつの間にかポロって抜けてんのに気づいたら、あれこれどこやったっけってなるんで、もうね、抜けないように固定しといた方がいいので固定しとく。ほんで次に、このヒューレールラインのこの配管を、これか、この T 字のね、このパイプとつないであげる。はい、これがち。ってことはこれ燃料ポンプか、このポンプっていうのはね、燃料ポンプでこっから燃料を送ってるという感じになってます。なってるのかな、大丈夫かな。はい、そしたら次に、あ、これ写真、内装までもう今回載せるんだ。ちょっと待って、思ってた以上に作業が進む。ちょっと待ってくださいよ。したら、この内装ですね、内装を出してきて、ここに載せてあげると。あ、これはちょっとじゃあ、これどういう、で、なんか渡ってる。画角にちょっと収まらんけど、ちょっとね、いろんなもんがあちこちで干渉するんで、その干渉とかも見ながら入れてあげる。あー、この配線が思いっきり引っかかるのか。このセンタートンネルの中をこのプロペラシャフトが通るんで、このプロペラシャフトとこの配線が思いっきり干渉しちゃうんですね。無理やり行くか、ギュッと押し込んだらなんとかなるかな。で、この差し込むときに、ちょっと待ってよ。ちゃんと説明書読まなあかんな。差し込む前に、この後ろに出てる、9、12、13、14、この配線を、ここの開口部から下に通しておくように書いてますね。ちゃんと説明書は読みましょう。で、ここに通してあげて、で、かつ、こう前をね、
前下がりにして入れていくんですけど、この時にここのステアリングのシャフトがこことちゃんと噛み合うように、上げて、でグッと押し込んでいく。これで、大体の位置があったかな。よいしょ。よいしょ。大体の位置があったんで、裏から PS05 を使って固定していくと。裏返して。で、これひっくり、完全にひっくり返しちゃうと、ステアリングがね、地面に当たっちゃうんですよ。で、多分ステアリングが曲がっちゃったりとかすると思うので、ちょっと気をつけてやりましょう。よいしょ。もう一箇所どこ？よし、オッケー。こんな感じで内装をセットしてあげます。配線はここから出てるのでいいよな。あ、しまった、配線の通す場所間違えた。ちゃんと説明書を見ましょう。配線を通す場所を間違えた。配線はね、ここに溝があるので、この、はい、ごめんなさい。ちょっと見落としもあったんでね、修正しました。この配線ね、ここにちょっと切り欠きがあるので、ここに通す。反対側も一緒で、ここの切り欠きに配線を通すっていう形で通してあげたら、次に、リアシートを取り付け、リアシートをここにセットしてあげて、で、また裏返してあげて、ここも PS05 を使って固定。ネジ穴の位置がちゃんと合ってんのかが見えないんだよな。こんな感じで、リアシートも取り付けができたので、次に、ここの2箇所、ここの2箇所を PS05、あ、PS05 が削らされてる。よいしょ。PS05 を2本で、こ
ここの2箇所を固定。この2箇所を固定してあげたら、次にこのステアリングシャフトを DS20 を使って固定。この配線がちょっと邪魔になるので、これ避けてあげて、よいしょ、締めてあげると。はい。で次にこのスピーカーから入ってるこの10番の配線とこの10番の配線をここでつないであげて、このバルクヘッドの奥に押し込む。で残りの配線を、ここのクリップに通していってあげる。よいしょ。この手前側がね、切り欠きが入ってるんで、ちょっとクリップを広げながらここに配線を通していきます。いいよ。ここに通してあげる。で、お前に持ってきて、3578やろ。3578をこっちに通して、そのうちの3と8をこのエンジンルーム前側のここのクリップに固定。ここに通すと。ここね。ここのクリップに通してあげる。で、残り、この5と7をどこに行くんだろう。そのままほったらかしてていいのかな。じゃあ5と7は置いておこう。そしたら次、反対返して、反対側の配線も同じように、ここのクリップを通して前側に持っていきます。ちゃんとこういうクリップとかでね、配線をまとめてくれるようになってるのは非常にありがたいですね。両面テープで留めるだけとか、そんなんじゃないの。はい。で、こっちは、この3本とも246、246、3本ともこの前側にピロッと出てる状態にしてあげます。はい。で、続いて、裏返したら、さっきも言ったようにステアリングが曲がっちゃうから、こう立てた状態にしてあげて、こっち側、車体の右側に配線が全部来るようにしてあげて、で、この車軸の下を通して、このセンターに配線をまとめてあげる。で、まとめてあげたら、このワイヤーブラケットを使って、ここで固定してあげると。で、ささら。ほら。ほら。じゃあ配線挟んで、このワイヤーブラケットで、ワイヤーブラケット2つ使って、ここで配線を固定してあげると。
このワイヤーブラケット結構硬いな、これ。よいしょ。でもまあそれでもね、ちょっと不安っていう方はこのブラケットも接着しておくといいと思います。はい。でこの中から、14だけ、この14の線だけこっちにずらして、でもう一個のワイヤーブラケットで横に反れた状態で固定する。よいしょ、こういう状態。はい。後ろのね、配線はこういう状態ですね。この3本が真ん中に行って14だけ1本だけこっちにいるっていう状態、こういう形にしてあげたら、これでステージ63の作業は終了になります。じゃあ次行きましょう。はい。続いてステージ64、地雷ディスペンサーの組み立てっていうことで、カーチェイスの時に後ろに巻きびしみたいなのを巻く機構ですね、それの組み立てをやっていきます。はい。そしたらまずは、このパーツにこのパーツをこういう向きで組み合わせる。こう、ここの切り欠きがある方を手前にしてこういう形で取り付けたら、ここの2箇所を、この銀色のね、大きいお皿があるです PS28 を使って固定するんですが、ここはスライドさせるギミックなので、締めすぎると動かなくなってしまうので、締めすぎないように気をつけましょう。こう締めた状態でここはスムーズに動くのを確認。ただ緩すぎるとガタガタしてしまうんで、あの、一応ね、突起の方がここの板厚よりも大きめにな、長めになってくれてるから、今目いっぱいまで締めたけど、ちゃんとスムーズに動きますね。問題なさそうですね。はい。こういう形で、できたら次に、このバッテリーコンパートメントをリアシャシーに取り付け、よいしょっと、はい。裏側から取り付けで、向きがどう向き、こう向き、向きはこう向きか、どっち向きや、向きが分からんぞ、こう向きか、こう向きやな。この引っかかり、多分これ蓋の引っかかりやと思うんだけど、この切り欠きが入ってる方が車体の前側を向くようにして、ここにセットして、で DS02 で固定。よいしょ。ごめんなさい、ちょっと角度的にね、微妙に映ってるのか映ってないのか微妙なところ。よいしょ。はい。この2箇所を止めてあげたら、ここの12の配線と接続してあげる。よいしょ。はい。で起こして、でここにこの蓋をパチンとはめておく。とりあえずまだ電池はね、入れてない状態でいいと思います。はい。はい。そしたらまたこっちを向けてあげて、さっきどうすんのかなって言ってたこの5と7の配線を、あ、そういうことね。よいしょ。こっちに這わせて、で今回ついてるこのケーブルブラケットを使ってここで固定ですね。よいしょ。でちょっとここ緩いな、ここは緩いから接着しとこう。よいしょ。こういう形。意外とね、配線とかこの後作業するときとかに少し引っ張ったりとかするんで、その時にここが緩いとね、ポロッと取れたりとかしてあーってなるんで、こんな感じにしてあげたら、これで64の作業終了に
になります。はい、で続いてステージ65、地雷ディスペンサーの取り付けですねをやっていきます。はい、そしたら、まず、このパーツに、このちっちゃいこれ、パイプデュアルコネクターっていうのをここに差し込む。この突起がねこっち向くように取り付けてあげたら、PS21 このちっちゃいビスですね、ちっちゃいビスを使ってこっち側から固定する。どういうギミックになってんのかさっぱり想像がつかん。よいしょ、ここで固定してあげます。はい、そしたら次に、このロッドかな、リアシャーシアンダープレート、リアシャーシアンダープレートの左右に左ピストンと右ピストンを取り付け、これ L と R が書いてあるので、こう向きに見た状態、こう向きに見た状態で、こっちに R、 こっちに L が来るようにしてあげて、で左ピストンが、ん？ちょっと待って、ん？ちょっと待って、向きがどっちがどっち向きや、向きがこう向きか、あ、置いてる向きがよくわからん、こうとこうだよな、うん、この L 字の突起が、外側を向くようにつけるっていう形が正解なので、こうつけてあげて、で表側からネジで固定、こことこの2箇所。ちょっとね、今現状ねこのパーツがどっちがどっち向きでどっちが上なのかどっちが前なのかがよく分かってないんですよ多分そう待ってるからこっちが後ろやと思うんですけどこれがトランク側に来るのかどう向きにつくのかあんまりよく分かってない。はい、こういう形で2つつけたら、この配管をここにブスッと刺して、で反対側をここにブスッと刺す。で反対側も一緒、こことここに刺してあげます。はい、そしたら次に、このピストンロッド、も左右あるのかな、これはなさそうかな。ピストンロッドを、違う、ここに刺す、こことここに刺してあげます。こことここに刺してあげたら、この地雷ディスペンサー、を持ってきて、ここに合わせて差し込む。でここのパーツがピストンロッドにかかるようにこういう形でつけてあげる。そうするとね、この地雷ディスペンサーがスライドすると、ここのピストンが稼働するっていう形になります。やっとギミックが理解できた。よし。そしたら、この地雷ディスペンサーを PS02 を使って、こっちから固定。はい、こういう形ね。で、固定してあげる。ちょっと硬いな。大丈夫か。まあ、あんまりゆるゆるなんも良くないもんな。まあ、多少硬いぐらいの方がいいのかな。まあいいや。はい、こんな感じにしてあげたら、
またシャーシを出して、はい、またシャーシを出してきまして、でさっきのね、12の配線をここのクリップに通してあげる。で次この13のクリップもここに通してあげるんだけど、こんなにこの説明書の A ほどこの13の配線長くないんだけど、どうなってんだろう、大丈夫か。ん、ちょっと待って、13ちょっとおかしいな、13なんか配線が短いんだよな、なんか外し忘れてるかな、ちょっと待ってくださいね。はい、ごめんなさい。ちょっとね、なんだろう、どっかやったん、どっか行っちゃったのかな。この13がね、説明書を見るとね、明らかここで延長コードみたいなのがかまされてるんですよね。延長コードみたいなのがかまされてるんですけど、ないんですよ。で、一応ちょっと配線をグッグッって引っ張ってみたら、さっきよりはちょっと伸びたんで、とりあえずこうやって取り付けはできるようになったかな、取り付けはできるかなっていう感じなんで、とりあえずつけちゃいます。はい。で、このアンダー、シャーシアンダープレートってやつをここにセットしてあげて、で、左右、このパーツの切り欠きのところから、配線を出してあげて、あ、ネジの用意忘れた。ああ。配線を挟まないようにしてネジで固定してあげるっていう感じなので、片側ずつやろう。しょ、ちょこね、配線出るようにしてあげて、まあちょっとね、配線探しと聞くけど、まあもしなかったらもうハンダ付けで配線延長するしかないっすよね。なんかな、何回かこの辺の配線が引っ掛けてポロッと取れたりとかっていうの何回かあったような気がするんだよな。その時になくしたんかな。まあ、配線の長さが足りてくれたらそれでいいんですけどね。ネジ4本で固定してあげたら、あ、ちょっと待って、配線がいらんとこ通ってるやん、もう。配線がね、こんなとこ通っちゃってるんで、これはまずいですね。こういうのもちゃんと確認しながら作業しないとですね。はい、OK。こんな感じで取り付けができたら、最後、この蓋を、パチッとセットしてあげて、これで65の作業が終了になります。はい、あとはね、次66いきましょう。はい、ではステージ66。これ今回最後ですね。ステージ66は、エキゾーストパイプの取り付け。ということで、これを組み立てていきましょう。はい、でまずは、このパーツとこのパーツを合体させてあげて、ここを PS02 で固定します。
どん。こんな感じで固定してあげたら、この後ろ側にこのマフラーカッターを取り付ける。この後ろ側にマフラーカッターを取り付けると。で、向き的には、この穴がね、D の字になってるんで、もう決まった向きにしか刺さらないですね。よいしょ。と、こう。よいしょ。よし。はい、こういう形で取り付けてあげる。そしたら、これをシャーシにセットするんで、固定用のネジ DS01 のネジを用意しておいて、でよいしょ、シャーシを出してきて、ちょっと見えにくくても本当申し訳ないんですけどね、ここのサイレンサーに端っこをズボッと刺して、で反対側の位置を決めてあげて、でここを固定。よいしょ。はい、こういう形。こういう形でマフラーがくっつきます。はい。そしたらこれでステージ66も完成なので、これで、今回のパック8の作業が全て終了っていう形になります。はい、こんな感じ。はい、ちょっと作業多かったんでね、動画の尺長くなっちゃいましたけれども、これで一応今回の作業は終了になります。はい、なのでまたパック9が届きましたら、動画アップしていきますので、続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。